ちは、ハローニューヨークのトモです。リナです。マイです。今日のお題はコンビニで売っている大好きなお菓子を紹介だったんですが実は3人ともお菓子をそもそも食べないということが判明しまして。食べないですね。ニューヨークで人気の周りの人がよく食べているのを目にするお菓子を買い揃えてきましたので、それを一つずつ本当に美味しいか検証していきたいと思います。はい、じゃあ誰が行く。何持ってきた、何持ってきた、いい先に、はい、っていうのは先生ちょっとごめん、いや何持ってきたかな、気になる。ちょっと言っちゃうと定番すぎるの持ってきた。定番ちょっと思ってて、いいじゃんいいじゃん。絶対知ってるかもしれません、ごめんなさいね。ニューヨークとか行っときながらじゃん知ってる、まあ、知ってる、それかよ、知ってる、知ってる、ごめん。でもよく見るんだもん、実際美味しいの、食べるの、結局食べるの、美味しい。でも食べよう、しかもこれアメリカじゃないしね。すいません皆さん、これでいいかもって思ったのは、うんうん、まあ、定番でもあるんだけど、うん、飲み屋だったなんかあのショットあれになんか入ってたから、あ、こっちの人はお酒にもグミ入れるんだと思った。知らなかった。それでかちょっと乗ってみたい、面白いね。じゃあどっち、まあ一応分かるけど、とりあえず食べようか。とりあえず食べようか。とりあえず私こちら、こっちがいい、こっちがいい、カリコガミベア、ガミベアからいきます。乾杯。乾杯。まあまあこれは美味しいよ、うん、美味しい美味しい美味しい。じゃあ続いてこちら、これめっちゃ好き、リムっていう名前、キャンディー、ウェーダーズ、ウェーダーズオリジナル、名前すごい、なんかおじいちゃんがそうだなしてるイメージ、イメージあるあるある、イメージイメージ。でこれちなみに今日はキャラメル味のシュガーフリー、はい、おー、シュガーフリーがいい、シュガーフリーがいい。結構ね、いろんなセレブがあるから、お願いします。そうです、いただきます。チーズ、いただきます。甘い、うまいうまい、うん、甘いね、うまい。あ、カラメルだ。あ、なんかシュガーフリーだからさ、そんなに甘くないかも。なんか久しぶりに食べたけど思ったより重くない。だからカロリーじゃないけど気にする方はシュガーフリーバーをいいかも、いいかも、はい、では、はい、続いては私がピックしたトムいきますか、お菓子を2つ紹介します。イエーイ、何持ってきたかな、トム。ダラララララララ、この2つです。1つはスキットルズ、スキロー、もう1つはトロリー、サバイバイタ、オクトパス、オクトパス、オクトパス、パス、タコ、タコつまりタコ、つまりタコ。でもそう、そうそうそう、食べんのよく。さっき言ったように私もちょっと甘いものが苦手なので、意外とどっちかっていうとなんかスパイキーを選ぶのが好きなんですよ。で何でもグミでもとりあえずこのスパイパウダーがついてるやつで、はい、どっちからいきますか。おすすめからもちろん。あ、じゃあこれ先、これじゃあとね、じゃあスキットいきましょうか。え、初めて食べる。本当本当だって、本当食べないから。本当、じゃあこれほらアメリカ人の友達がポケットから出すもんガムいるみたいなさ、流れでさ、なんか食べるって入ったらさ、ガムかと思ったらさ、好きなの。これ結構定番だよね、アメリカで。なんかすごいいっぱい食べれるイメージ。そんな感じでみんななんかキープしてるんだと思って。そう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 。なんと、クレーン入ってますね。チョコじゃないよ。チョコじゃないの。数個出すのかな。あー、結構いただいてる。こんな感じ。かわいい、かわいい、かわいい。なんか遠目で見るとさ、でわけわけチョコレートみたい。M&M みたいな。そう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 。M&M みたいなんだけど、食べるとちゃうんやで、ね、黄色レモンです。黄色レモン、黄色レモン、うん、紫は紫、グレープ、定番でね。グリーンはグリーンアップル、グリーンアップル、オレンジ、オレンジ、オレンジ、はい、赤は赤はストロベリー、へー、ストロベリー。じゃいただきます。あー、うん、うん、景色、これなんだろう、これこれさ、日本にもこういうのあるんだよね。なんかさ、中に、うん、なんだっけ、中に入ってるでしょ、あの、噛めるキャンディ、うん、うん、おいしい、おいしい、これはこうパクパク食べちゃうよね。食べやすい、食べやすい。じゃあちょっとハニコ、はい、ハニコちょっとこういう、うん、キャンディだね。あ、続いていやー、サワーガミ食べましょう。うーん、じゃあ一つ出します。すごい色、バイ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 、そう、やばいやばい、あの色思ったより、なんかカランチュラみたいな、黒い、めっちゃ濃い、
調子よ、何味か。オッケー、じゃあマイちゃんから食べて。オッケー。本当に酸っぱいのか。バクっていっちゃって。おいしい。あれ何それは何なの。あれ酸っぱい、多分チェリー。あ、チェリー。私チェリーダメだ。違うの食べる。そんなに嫌いなんだチェリー。いただきます。これだから、柑橘系？多分、うん、オレンジかな。完全にこの色に。うんうん、オレンジとパイナップルみたいなよくわかんないけど。なるほど。うん、うん、うん、酸っぱい。好き好き。これ、これこれこれ。ちょっともう一口全部いっちゃって。やってもうた。待って、これすごい香り強いね。やってもうた。おいしいでしょ。ぶどう？あー、マジ？そうね。うん。ぶどう？リンゴじゃない。うん。なんかでも、キャンディーの味。どうせそうだよね。わかるわかる。じゃあ、最後、まいちゃん。まいちゃんのお菓子。お願いします。もう私はね、アメリカ人といえばこれっていう。これ。スイスワー。出ました。これもう本当にアメリカ人の子供、アメリカ人ガチガチしてるよ。大人でも食べてる、ニーニーニー食べてるから。いや、そこまでみんな食べてるんだったら、いや、いかに美味しいんだろうか。食べてみようじゃないか。食べてみようじゃないかと、これはいい機会だと思って買ってきました。一応ストロベリー味って書いてるんだけど、ね。こんな感じ。いいね、全然いい。では、乾杯。Cheers。何これ？え、なんか、これ食感やばくない？なんか固まったボンドみたい。そうそう。固まったボンド。それか、なんか変なパスタ。そうそうそう。ちょっと固まった。あ、茹でちゃった。茹ですぎた。あ、茹ですぎ。あ、待て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 。茹で不足。茹でて。ラップしないで冷蔵庫に入れたままでちょっとパサパサって。あ、分かる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 。いいイチゴ味をつけたみたい。でもなんかさ、なんかさ、細いしてさ、こうなんか思わずさ、こう口に運ぶよね。おもちゃ結構なんでもいけるね。思わず口にこうちょっと、すごいちょっとしました。ちょっともう、はい、口直しに。じゃあ次、これエアヘッツ。エアヘッツ、かわいい、かわいらしいキャラ。これめっちゃかわいいなと思って買ってきた。これなんかアイコニックな感じ。よくそうだね、よくもいいね。あ、オッケー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 。はいはいはい。これもサワーな感じで、私も甘いのが苦手だから。あ、めっちゃ可愛い。本当？中身。じゃらん。おろ。虹色。虹色。どうぞ。ごめんなさい。はい、どうぞ。ありがとう。いただきます。いただきます。すごい。うん。これ一番うまい。なんかグミとハイチュウ2つ、うん、合わさった感じじゃない？しかもさ、タワー度が一番高い。さっきのオクトバスよりタワー。めっちゃ美味しい。これはうまいわ。これは美味しい。多分外側にグミで、内側がなんかハイチュウの生地。生地っていうかハイチュウみたいな感じじゃない？あ、確かに中と外違うね。違うよね。美味しい美味しい。これなんかさ、エクストリームズだからなんかさ、スペシャルバージョンなんじゃない？これ一番美味しい。美味しい、うん、めっちゃ食べてるもんね。3個目すごいですよ。じゃあ、この中でみんな今日一番何が良かったですか？じゃあせーのでピーしよう。せーの、ピー。これ2票、これ1票。これ美味しいよね。いや、絶対。まあでも、もう無難これだって。無難に楽しいです、間違いない。確かに、でもそうね、全部種類違うし、いろんな食感があるから、うん、ね。いや、試してみるの面白いかも、うん、初めてこんなにいっぺんに食べたね。そうね、これはおすすめです。美味しい美味しい美味しい。これはね、まあ冒険。これはもう本当に食べてみたい人は冒険してみてください。いいかもいいかも。というわけで今日は巷で人気のお菓子大紹介、食べてみようでした。イエーイ。で、私たちの今日の動画でこのお菓子食べてみたいなと思った方はぜひ
高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは See you next time!